フォッシュはフランス海軍の主フラン級の一隻韓米は第一次世界大戦時の連合軍総司令官であり1929年に没したフェルディナンフォッシュにちなむ。収益後しばらくは姉妹艦、デュプレクスと共に地中海で活動していたが1940年よりイギリス海軍と共に南大西洋及びアフリカ西方で ドイツ海軍の通称破壊艦への紹介任務についていた。第二次世界大戦時には1940年6月13日に、両艦、アルジェリーと共に第一駆逐隊、第五駆逐隊らの大型駆逐艦を率いて、イタリア本土のジェノバを砲撃する作戦を行い、損傷を受けることなく、トゥーロンへ外戦した。1942年11月11日に、ドイツ陸軍が、 南部フランスへと進駐するにあたり、トゥーロンにあった本館を含む地中海艦隊は、同月15日には、ビシー政府のペタン主犯、ラベル副主犯、海軍大臣、ウファン、海軍大将、ドラボルドとの間で合意がなされており、同月27日に、海軍大将、ドラボルドの命令により一斉自治を行った。 その後、イタリア軍に露飼された本館は1943年4月に、不要されたが、修理はされずに解体処分となった。ありがとうございます。